はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、函館記念馬券の理想を求めているイレブンベッターの泣きの買い目といつも通りやりたいなと思うわけなんですが、まあ、今週ね、めちゃくちゃいろんな動画いっぱいアップしてきまして、で、週の半ばにね、ジャパンダートダービーの方をね、予想、アップして的中できたので、まあ、そのいい流れ、まあ、先週も一応、まあでも先週のはね、もう単勝しか当たってないんでね、あれですけど、まあいい流れで行きたいなというとこなんですが、函館競馬場ですね、土曜日が雨、日曜へ向けて回復ということで、今ね、まあ、各社の、天気予報で画面出してるんですけど、先週ね、大雨予報だったんですけれども、まあ、割とひっくり返るぐらい変わってしまったということで、かなり僕も困って、皆さんもね、困られたんじゃないかなと思うんですけど、さすがに今週もっていうことはないんじゃないかなと思います。こんだけみんな揃ってますからね。要するに、土曜日結構降りますよと。ね、開催中がっつり降りますよ。で、まあ、日曜日、なんでしょう。まあ、土曜日の夜ぐらいから止んでいって、日曜日は回復してるみたいなね、天気がね。そんな感じになるような感じでございます。はい。ただ、念には念を入れて、はい、クッション値の上下での予想したいなと思います。やっぱ先週みたいなね、可能性もゼロじゃないですし、まあ、あんな風に急遽に動画アップするの嫌なので、はい。で、函館競馬場の雨予報の時間の繰り上がりもなんか週の半ばからちょっとずつあるので、まあ、ちょっとその辺のね、不安点なんかもありつつ、はい、クッション値 7.5 以上ですね、函館だから。7.5 以上と 7.4 以下の2つに分けての予想でお届けしたいなと思います。イレブンベと泣きの買い目で行きたいと思います。はい。でもこれでも、もしね、土曜日雨降ってないとか、もしね、そうしましょう。もしね、土曜日雨降ってなかったら、僕は気象予報士目指しますわ。もう自力で予想できるようにします。はい。めちゃくちゃハードル高いらしいですけどね。はい。で、クッション値 7.5 以上にもしなった場合ですね、万が一雨が空振りとか小康状態でクッション値がもう函館大幅にね、日曜日回復してますよ、みたいな朝の発表でね、日曜日の。そんな場合だったら本命ユニコーンライオンということで、前有利になる傾向っていうのは、対策動画の方でもご紹介しましたけど、まあ、かなり、差が出ますね。逃げた馬と、そうでない馬のね、差が出ます。函館の、芝の2000メートルの話なんですが、で、函館のその芝2000メートルに関しては、立冬半路、当該周持ち時計が早い馬ほど好成績っていうのはですね、対策動画であったり、まあ、追い切り判定動画など、今回特別編でしたけど、あれでもね、お伝えしました。対策動画の方ではかなり詳細な数字もね、お伝えしているので、ぜひね、見ておいてほしいなと思うんですけれども、まあ、そんな中でもユニコーンライオン1位の立場となります。で、この1位の馬が、函館の芝の2000メートルで逃げた時の勝率って 30% ぐらいあるんですよ。で、ユニコーンライオン逃げないにしても、函館で昔のこととはいえですね、先行策でまあ20002勝しているっていうところもありますからね。で、クッション値が僕はね、この馬低くても買いたい馬なんですよ。買いたい馬なんですけど、高ければ僕はよりチャンスの増す、まあ客室の両面待ち状態かなと思いますので、まあこの馬をね、本命にしたいと思いました。いつもここで追い切り判定の時に使った画面が入ったりとかね、するんですけども、今回それが今週なかったので、もう1頭1ページで、なんか今噛んだな。1頭1ページで、うまいこと、まとめてですね、キュッとまとめて、ぴょぴょっと、はい、早めにお届けしようかなと思っておりますけども、なんか表現がもうひどいですね。43歳の親父の表現とは思えないぐらい。はい、ちょっと今恥ずかしかったです。対抗ローシャムパークということでですね、函館の芝の2000メートル、クッション値が高めの方がやや高走率の高いハービンジャー3区であると。で、ローシャムパーク自身はですね、クッション値不問ですね。まあ、崩れてないんでね、クッション値不問だと思うんですけど、まあ、どちらかといえば、まあ、スタートゆったり行って、早めに動いて前の方に行くってなれば、まあ、クッション値は高い方がいいのかなと思います。はい。で、スピカステークスで、重馬場で馬券外になっちゃってますけど、レースでね、戸崎ジョッキーが馬場状態結構理由にしてたんですけど、でもゲートがちょっとつまずき気味に出て、寄られて位置下げて、で、外に出してちょっとかかっちゃったみたいな。いや、それが原因で、馬場ってそこまで問題だったのかなっていう、ふうに思ったんですよね。ちょっとはあったかもしれないですけど、はい。なので、まあ、多少渋ってても、クッション値的にある程度回復していたらもう全然大丈夫なんじゃないのかなっていうところで、はい。能力もすごい高いので、はい。対抗にね、させていただきました。で、クッション値 7.5 以上だった場合は、キングオブドラゴン3番手ということで、まあ、持ち時計のね、反論持ち時計、先ほど言ったんですけど、まあ、その特徴にも該当しているっていうところはあります。そんなキングオブドラゴンなんですが、まあ、このままね、過去の競馬も見ると、まあ、これも、これまでにも結構何回も取り上げましたしね、対策動画でもアップしましたけど、クッション値が高い時に高走、普通ぐらいでまあ普通、
低いと凡走っていうね、そういう馬だったりします。で、函館なので、じゃあクッション値が 9.5 以上とか、そんなことはありえないじゃないですか。うん、そういうことは絶対起こらないんですけれども、もう函館としては高いゾーンっていう状態であれば、まあ、調教の部分も含めて面白い存在かなと思ってここに入れたんですね。で、ハーツクレサンクっていう点で言うと、このコースでクッション値が低い方がいいんですけど、あまりにもこのキングオブドラゴンね、馬の子のクッション値の成績が極端な馬なので、はい、高ければ、まあちょっと函館でも買ってみたいかなという。もちろん他全部、クッション値全てで言ったら函館なんか絶対に低いんですけど、函館の中の高いとこですね。はい、そこでちょっと買ってみたいなという気はあります。はい。なんですけど、まあ、言うて今後のレースでね、クッション値10前後ぐらいあるときに、いけそうなメンバーで、しかも人気薄だったらもうぶっ込み案件候補の馬かなとしてはメモってあります。はい。なので今回別に過剰に期待してるわけじゃないんですけどね。負けるんだったらもうド派手にどんどん負けていってもらって、買い時ですね。その時にバシッと行きたい馬ですよね。で、クッション値 7.4 以下のケース、まあ前日雨が結構まとまって降りますよね。さっき見せた、冒頭にね、掲載しましたけど、そこで具体的には触れませんでしたけど、まあ大体降水量で言ったら、50とか？行くのかな。まあ、先週もね、そんなようなこと言ってましたけどね。そう、だからね、当てになんないからちょっと怖いんですけど、まあまあまあ、雨降りましたと土曜日に、はい。で、クッション値下がりましたねというケースの、函館記念、本命、アルナシームということで、まあ、ロングランが出走できたので、反論持ち時計でね、紹介していたの、表も作りましたけど、対策動画の方で。定義ですね、上位5頭までの持ち時計の速さっていうところには届かないんですけど、ただ、6位ですし、函館競馬場×函館の芝の調教ですね。で、反論持ち時計が速いっていうのは、期待値が高い馬っていうのはですね、すでに追い切り関連動画の方でアップしました。あれはもう函館どのコースでも使えるので、バンバン使ってほしいんですけど、まあ、それにアルナシーム該当していますよと。で、函館の芝の2000メートルでクッション値が低ければ、モーリス3区の馬券率が高い。まあ、母数少ないですけど、今んとこ、半分の馬がね、馬券内に来てます。50%。で、アルナシーム自身はクッション値高めの方が高走率は高いんですけど、多いんですけど、高走歴ですね。ただ、函館デビュー戦がクッション値 7.2 で勝ってるんですよ。低めで。うん。加えて、両馬場でしか構想がないっていう、馬場渋ってた時に来てないので、アルナシーム。なので、もう僕のこれ理想ですよ。はい。で、この理想は後で回収するんですけど、土曜の雨がやっぱ徐々に小康状態になると、いくら降ったとて。で、日曜日のクッション値は低めで、はい、低めで発表されました。で、メインまでに両馬場になっている。このケースが僕は一番理想だなと思いました。で、あるかなと思ってアルナシーム本命しましたね。で、対抗にブローザホーンということで、エピファネア3区函館の芝の2000メートルで、クッション値が高くてもいい成績なんですけど、低い時の馬券率が 60% 超えてるっていう魅力があります。で、ブローザホーンってクッション値 10.2 でも勝利してるんですよ。高いとこでもなんですけど、ちょっとね、これこの馬今後買うときにね、皆さんもちょっとチェックしておいてほしいんですけど、10.2 で勝ったレースが、もうね、とても2勝クラスとは思えないメンツなんですよ。はい。そのメンバー丸々1勝クラスのハイレベルなところに入れたら、勝てないだろうなっていう、馬券内にも来ないだろうなっていうようなメンツだったんですよね。なので、ちょっとまあ別かなと思うんですよ。うん。で、ブロザホーン自身は、全体の成績で言うと、クッション値 9.0 以下での高走率がもう圧倒的に高いです。圧倒的です。はい。圧倒的な中で、クッション値 8.0 以下で馬券外はないですね。で、過去に函館2戦、して1勝3着ですけど、クッション値が 7.2、7.0 なんで、まあ、あんだけ雨が降って、そこからちょっと天気が戻って乾いていっても朝の段階のクッション値低めって考えたら、まあこれいいのかなというとこですよね。はい。で、こっちはですね、アルナシームと違って両馬場以外の方が成績がいいんですよ。なんでアルナシームとちょっと反してしまう部分もあるんですけど、うん、で、それを本命対抗に入れるのはどうなのって自分でもちょっと思ってるんですけど、まあ、そうですね。ある程度回復して量だったら、まあでもそれでもまあね、多少なりとも普段よりは水分含んでるしとかね、まあそういうとこを都合よく考えたら、まあ都合よくハマった時には、このワンツーあるんじゃないのかなっていうとこですね。はい。そういうのも馬券大事だと僕は思っております。で、その反する部分があるので、泣きの買い目の方で、はい。イレブンベッドじゃなくて泣きの買い目の方でこれ調整しますので、はい。そちらまでね、ご覧いただければなと思います。で、クッション値 7.4 以下のケースの黒三角、ユニコーンライオン、先ほどの、7.5 以上の方の本命でございましたが、こちら黒三角に入れたいと思います。まあ、クッション値が低くなっても特に問題ないですしね、さっき言ったみたいにコース特注調教であると。
はい。で、芝の販路、持ち時計の順位、タイムと順位で該当で、芝追い切りで、持ち時計、該当のダブル該当ということで、まあ、外す理由がそんなないなっていうとこですかね、僕的には。はい。で、函館の芝の2000メートルでクッション値が高いと逃げ有利であると、低いと逃げの成績がやや落ちて、先行がその分有利になっているっていう、そんな傾向があるんですけど、まあ、これ対策動画の方で、掲載してますが、表にして。ユニコーンライオンって、まあ、このメンツなので逃げるとも限らないかなとは思うんですよね。うん、まあ、行けたら行きたいんでしょうけども。で、逃げ馬になる前にね、まあ、馬場が渋った時大体先行して追走するっていう形してたので、そういう競馬してくれてほしいなって、そういう記憶の部分にもちょっと期待したいなと。あと今回のメンバーで行ったら、まあ、そんなすんなり行けない可能性もあるから、それだったら、むしろこっちの場合のクッション値が僕は濃厚だとは思うので、あんだけ雨が降るなら。だったら、うん、割と好都合なのかなって、無理に行かないでほしいかなと思いますね。無理に行こうとしても行けなかったぐらいの方がまだいいんじゃねえのかなっていうふうに思ったりします。はい。で、函館記念、まずイレブンベッドの方ですけど、買い目に関してはクッション値が 7.5 以上だった場合には本命ユニコーンライオン、対抗ローシャムパークで黒三角キングオブドラゴンということで、はい。架空の生き物がね、2頭も入っております。はい。で、あとは控えに山人サルバムです。控えについては取り消しが出た場合に買い直せる状態であれば黒三角に繰り上がるリザーバーとなっております。で、クッション値 7.4 以下だった場合ですね、日曜の朝ですよ。本命がアルナシーム、対抗ブローザ、本黒三角ユニコーンライオンで、控えの方にローシャムパークを入れたいなと思っております。はい。で、イレブンベッド、まあ、横にね、ここに書いてありますけど、単勝本命で、福、ワイドボックス、馬連1点、馬単1点、3連複1点、3連単1点ということで、まあ、綺麗に決まった場合にはですね、総取りをできるっていう買い方なんですけど、まあ、そんな綺麗にね、決まらなくても、本命対抗で決まれば、はい、まあ、CBC 賞とかみたいにドーンってね、チュドーンっていうぐらいの配当になったりもしますし、うん。極力点数絞って保険もかけつつですね。はい。多くの場合、すべての馬券が外れることはないですよね。あんまりね。副賞はどっかで引っかかるみたいなところがあったりしますし。まあ、そんなんじゃダメなんですけど、本当はね。本当はだからね、イレブンベッドから副賞外してもいいのかなっていうふうに思いはあるんですけど、それでもやっぱ人気薄の副賞でね、救われることが結構あったりしますからね。単勝100倍、3頭しか選べなくてもね、単勝100倍台のままポンって入れることもありますし、はい、そういう場合に来ることもね、珍しくないのがうちのチャンネルの予想だったりするので、まあ副賞も一応入れますけど、でもどうですかね、参考にして買ってますっていう人も結構多い、言っていただけることも多いですけど、副賞は多分人気薄の時しか買ってないんじゃないですかね、皆さん。単勝、そうですね。単勝、副賞の人気薄。あと、まあ、そのまんまみたいな。そんな感じで言ったら、まあ、1000円でこと足りますからね。はい。そんな感じで乗ってくださってる方は多いようですね。で、さっき言っておりました、泣きの買い目でございますが、クッション値 7.4 以下の時だけの泣きの買い目です。はい。ということになりますので、7.5 以上だった場合は、さっきのイレブンベッド買って終了です。で、加えてレース直前の馬場状態もね、加えさせてください。じゃないと、さっき言った回収ができないので。で、クッション値 7.4 以下で、両馬場だった場合ですね。はい。生まれに、アルナシームからちょっとね、ユニコーンライオン、ローシャンパーク、エクスプロージョン、テオシリウス、新たな5頭にちょっと生まれんで流させてほしいなと。はい。泣きの買い目ですね。で、クッション値が 7.4 以下で、両馬場じゃない場合、やや重から不良だった場合に関しては、さっきのイレブンベッドも買えますよ。イレブンベッドも買うんですよ。で、あっちはアルナシーム本命なんですけど、この泣きの買い目の方で、ブローザホーン、こちらを軸にした馬連で、マイネルビルトス、ローゼライト、ローシャムパークと。ここをね、3頭狙わせていただきたいな、っていうふうには思います。はい。アルナシームでもいいですけどね、イレブンベッドの方当たりますからね。はい。なので、そこは全然問題ないんですけど、ちょっとね、この構図でね、馬券を買いたいなぁと思ってます。まあ、ギリギリで僕は買いますけど。はい。まあ、そうですね。まあ、急遽ね、なんか予定とか入って出なきゃいけなくなったら、まあ、両方買っとくしかなくなっちゃいますけどね。はい。なんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっとクッションしなーって言うかの時の泣きの買い目だけ、馬場でも分岐するっていう、ちょっとめんどくさいですけど、今回ね、こうしないとどうしても自分的には納得できなかったので、この買い目を、追加させていただきました。はい、そんな感じでね、お届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録していただけたら嬉しいなと思っております。背景馬房の著者やっております、竹内と申します。冒頭にも言いましたっけ、今週はもう本当にね、自分で言うのもなんですけど、いい動画いっぱいアップできました。はい、大量にアップできたので、ぜひ見てほしいです。
重賞だけ馬券買う方が見ても損しない内容のものがいっぱいありますし、それこそ別に重賞以外のレースも買いますよっていう方はぜひ見てほしい動画ばっかですかね。少なくとも他のチャンネルさんとか他のなんかメディア媒体とかそういうとこで書いてるのを僕は見たことがないような内容を今週は2つかな。うん、そういうちょっとコアなもので言ったら2つですけど、書かせてじゃないわ、動画にさせていただきましたので、まあ、声を大にして言えますけど、見ないと損です。はい。見ないと損です。見た人との差がつきます。はい。で、差がつくので多分ムカつくじゃないですか。だから見た方がいいです。はい。そう。で、なんでそう、あんなアップすんのって僕言われるんですけどね。あんななんかコアな内容、別になんか本、なんか小冊子にして売っても売れるじゃんとかって言われるんですけど、いやいや、違うんですよ。ああいういい内容をお届けしてね、いい内容をこう、無料でお届けするからこそ、ああ、この人の本買いたいなとかね、そういうふうに思っていただけるんじゃないかと思いまして。最近ね、またクッション帳読むが、なんでしょう、まあ、予想の、なんだろう、結果が割と良かったからなのか、知りませんけど、まあ、見てくださる方がね、うちのチャンネル増えたっていうのもありますけどね、クッション帳読むを買いましたということでですね、リプであったり、DM だったりね、発売した当初まではいかないですけど、あの時のね、半分ぐらいの勢いで、次々とですね、ありがたいご報告いただきましてですね、もう皆さんどんどん買っていただければ、嬉しいです。もうだからやっぱ1年前のものなんで、内容はね、追加しなきゃいけないようなことも当然出てきてますけど、もちろん僕は第2弾書くつもりでもいますけど、この第1弾の方ぜひね、買っていただいてね、とにかく皆さんで買っていただいて、在庫がなくなってね、増刷されるようなことがありましたら、僕ね、されたことがないんでね。そこなんですよ。夢がね、やっぱ本10冊出すっていうことと、なんかもう足りなくなってちょっと追加でするみたいなね、そういう話が出版社の方から来たら嬉しいなぁなんていうのをいつも夢に描いてるんですけどね、最終的にはですね、結構余りましたっていうね。結末なんですよ。まあなかなかね、なんでしょう、やっぱ競馬の本でね、あれ1万部とかね、まあ5万部ぐらいとか10万部いってる本もあるかな。あの人たちね、あれ化け物ですよ。本当に。競馬の本でね、5万部とか売れてたら、競馬の本で5万部売るよりも、多分、今のですよ。僕らの青春時代じゃなくて、今のオリコンで1位取る方が簡単だと思いますよ。曲作って。おそらく。そんぐらいね、あの人たちは怪物だなと思うんですけど、まあ、僕なんか大体出しても、まあ、5000冊、5000冊とかですからね、そんな規模なんでね、できればちょっと1万っていう桁であったりとかね、一回ちょっとすりますわ、みたいな、もうちょっと出しますわ、みたいな、そういうのが夢だったりするので、ぜひね、はい、ご協力いただけたらなと思いますし、次出した時はね、ちょっと一発目からもうすぐに売り切れるぐらいの勢いだったら嬉しいなと思いますので、はい、もう次出す時は僕売り込みまくりますからね、皆さんに。あんまりね、宣伝しないタイプですけどね、なんか宣伝するとなんか叩かれるんじゃないかと思って、あまり僕物の宣伝とかしないタイプですけど、次出すときはね、もうむちゃくちゃにもう押し売りしますから、はい、皆さん覚悟しておいてください。なんでその時のためにですね、うちのチャンネルの予想にもし乗っかってね、当たりましたと。そういう時はですね、ちょっとまあ2000円ぐらい取っておいていただけたら本確実に1冊買えますので、はい。なんで昨年末のホープフルステークス乗っかって当たったって人たちね、お金取ってますか？あと、この間の CBC 賞当たったっていう人たちね。あの人たちみんなお金取っといてくださいね。次本出した時に絶対買ってください。はい。で、もしね、この函館記念も当たれば、なんか当たった中からちょっとね、竹内の本を買うお金を別にね、へそくりみたいにしといてもらえたらなと思います。はい。なので、いい結果出るようにね、ちょっと神に祈りながらですね。はい。まずはちょっととりあえず天気予報当たってほしいなというところで、日曜日、待ち構えてね、馬券買いたいなと思います。ということで、すいません、最後ね、長くなりましたけど、いつものことでございます。竹内でした。バイバイ。